はい、皆さんこんにちは。ゆなでーす。だかです。ティブログでーす。日本に帰ってきてちょうど1ヶ月ぐらいが経ちました。で、こっちに帰ってきたら、いろんな違いが気づくよね。ここに7年間住んでて。そう、レナはもう日本に7年間住んでるから、もうほぼ外国人の目線というよりは日本人目線になってるけど、久々にこうドイツに帰って長い期間住んで帰ってくると、そう、やっぱ日本ってここがドイツと違うよねとか、うん、そうそう、日本の良さとか逆にドイツの良さを再確認したり、いろいろ出てきたので、ちょっとリストを作って今日はね、そこを皆さんとシェアしたいと思います。まあ日本に帰ってきたら、一番最初に気づくことは、暑いですよ皆さん。日本は暑い、湿気、気温もう地獄のようなサウナ状態ですよ。いや、私は夏が好きだけど、名古屋の夏はちょっとね。ちなみにドイツのミュンヘンは夏最高気温どれぐらいまで上がるんだろうね。30度。あ、もう40度とかはいかないんだ。見たことない。じゃあドイツは北海道みたいな感じなんだね。しかもミュンヘンで言うとさ、南の方でアルプスに近いからより涼しいんだね。そうそう、で湿気もなくてカラッと30度ぐらいが最高気温。そうそう、それ最高だね。ドイツもか戻る。名古屋はもうとにかく無理ですね。これは暑すぎて。まあ、日本に帰ってきて私の一番の幸せのところは、電車が一切遅れないこと。もうドイツに行って苦労するよ、本当にいろいろ遅れてるから誰も気にしないし当たり前なようなことで、まずもってオンタイムに来ないからね。そう、オンタイムに来たらみんなびっくりするよね。逆に逆にえ、マジでみたいな。ドイツはめちゃめちゃ不便だと思うし、まあ、1ヶ月間ドイツで電車を使ったら、日本に帰ってきたらもうすっごい平和ですよ。そうだね。まあでも電車だけじゃないよね、トイレの不便さも。ああ、公共サービスでいうと電車以外にもね、トイレもあるね。ドイツは汚いし、うん、お金がかかるし、もう本当に最悪ですよ。だってお金かかって汚いってさ、もうわけわかんないからね。お金払ってトイレ行ってんのにさ、超汚いからね。そう、日本に帰ってきて、本当にどこでもトイレが綺麗だし、本当に嬉しいですよ。ドイツのトイレとかだとさ、台をするときに座りたくないもんね、便座に。ああ、座らない。俺中腰でやったりするもん、エアーで。ああ、そう。でも本当にそれぐらい汚いけど、日本の革命的なあの綺麗なトイレ、デパートとかもピッカピカじゃん。なんかもう日本の多分5、60年前の状態だと思うよ、ドイツの今の。ああ、わかんない。5、60年前の日本のトイレはどうだったか分かりませんよ。それぐらいなんか文明が遅れてる気がする。皆さん教えてください、昔のトイレはどうだったか教えてください。トイレで言うとサービスがいいから綺麗でしょ。うん、うん、あ、日本のサービスレベルね。店員さんとかのね。そう、あのお店の店員さんだったり、まあ、ヘアサロンに行ったりとか、誰でも丁寧で親切で、あのタカがドイツに行った時にスーパーマーケットでお客さんに声かけられた、かけられた、お客さんに。なんでかわかる？え、店員さんっぽかった？違う、店員さんいないから。あ、そういうこと。周り見渡しても店員さんいなくて、聞く人がいないから俺に聞いてきたってこと。そう。日本はそれはする必要ないの。だって絶対店員さんいるもんね、店の中で。逆に何してんのっていう店員さんもいるけどね。あの仕事ないのになんか立ってぼーっとしてる店員さんもいるじゃん。だからそういう意味だとドイツはすごい効率的かもね。そうだ、無駄な仕事はさせないというか、させない、無駄な人件費は発生させないっていう、うん、だからそれも日本でびっくりしてるよ、うん、工事現場でいろんな人がこう案内する、うん、ああ、いるね。いらないよ、あの旗振り役の。すごい人数の時あるもんね。なんか10メートルおきにさ、こう旗振ってる人がいたりするもんね。確かあれはトゥーマッチな人員配置かなって思うよね。日本のサービスはそういうことだよ。たまにはやりすぎ。だからこそサービスレベルがいいのかもしれないね。そうそう。でも人が多すぎるの話をすると、うん、ドイツから帰ってきて気づいたことは、やっぱり日本人が並ぶのが好きだね。行列？大行列好きだね、日本人ね。レストランとかの前でなんでそんなに並ぶの？開店と同時にすごい並んで、でも並んでるからこそ美味しいっていう謎の安心感だよね。そう、謎。あのドイツは並んでたら諦めるっていうことだよ。だから並んでるお店あんまないもんね、ドイツで。ほとんどない。国民性が全然違うね。そう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 、
30分1時間並んでラーメンとか5分で終わるからね。そうまあラーメンも当然ドイツにあんまり食べられないけど、うん、ないね。あ、ドイツではないけど日本で食べるもの。そう、いや生卵とか。なるほど。生魚とか生の馬肉とか。確かに。生のチキンとか。生の。なんで全部生なの？ドイツであんまないもんね、生のものって。あ、ないよ。生卵がまずないからね、ドイツは、うん、日本人だと当たり前のように生卵とか卵かけご飯とか食べるけど、うん、ドイツ人からするとあれ強烈だよね。いや、生で食べるのお腹大丈夫っていう。なんでだろう。だからそれだけフレッシュに食材が取れるってことじゃないの。わかんないけど、ドイツは昔からそれは、うん、そう、フレッシュでキープしないものだから、うん、生で食べれないけど、昔から生卵とか食べれたのかな。どうかな、わかんない。よくよく考えると気持ち悪いもんね、生のものって子供の時から食べてるからさ、当たり前のように美味しいって分かって食べれるけどさ、子供の時食べてないって考えるとやっぱ怖いよね。なんか菌がいっぱいそうだし、そうそうそう、お腹に下りそうだし、うん、そう、ドイツ行ってた時は生食はほとんど食べてないんじゃない？お寿司。あ、寿司は刺身食べたけど、でも日本ほどフレッシュではないしね。あ、全然。買わない。だって海外のお寿司はその刺身っていうのはなんか天ぷらに揚げてあったりとかさ、ちょっと創作料理的になってるじゃん。だから生じゃなくしてでも美味しいっていう。うん、そう。だから日本の寿司とはちょっとジャンルが違うよね。お寿司って言っても海外寿司って感じ。海外寿司。日本のオリジナル寿司とはまた違う海外寿司。カリフォルニアロールとか。江戸前寿司と海外寿司、うん、あ、そうそう、あると思うよ。だから日本人の本当に寿司が好きな人は海外行ったらこれは寿司じゃないって。まあそれはだって、俺たちの動画にも言ってたじゃん、この海外の寿司の動画出しましたけど、これは寿司じゃないよっていうコメントいっぱいあったから。まあ寿司じゃないね、あれは海外寿司ですよ。違うジャンル、同じ寿司だけど違う流派みたいな。そういうこと。で、他にも、まあ、こういう家関連で、うん、日本とドイツが全然違うところがあって、うん、一つがテレビ。テレビの番組の作り方。あー、全然違う。日本のテレビ見るともうカラフルだし、テロップが出るし、いっぱい右とか左上に情報もいっぱい出るじゃん、うん、海外の食べ物関連の番組たくさんあるよ。あー、いっぱいある。大食いとかね、グルメ系のテレビ番組めちゃめちゃいっぱいある。聞かないよ。で、それでそのさっきカラフルって言ったんだけど、テロップの量がすごいの、日本は、うん、海外のドイツのテレビテロップもうなし、なし、全くない。ない。だから情報があんま入ってこない、画面から。ああ、だからミュートにするともう何もわかんないって感じ。ああ、でも日本はミュートにしてもテロップは出るし、右上左上に情報は出るから、どんな番組が進行してるのかってわかるじゃん。なんでだろう。ミュートにしても見れる。だから耳が良くない方に配慮するとか、もしくは家の中で自分はテレビ見たいけどこっちで勉強してる人がいたらミュートにしなきゃいけないじゃん。だからそういう意味で他人に配慮をする前提でテレビ番組が作られてるかもしれないよって感じで、テレビの番組の種類もそうだし、テレビのテロップの多さ、テレビのカラフル具合全然違うね。ドイツ行った時に白黒テレビだと思ったもん日本帰ってきたら、あ、やっぱ今の時代カラフルだよねって思ったもんそれぐらい印象的には違う。白黒ですよ、あっちの世界は。な、それは言い過ぎ。さすがに言い過ぎ。でもそれぐらい頭が違う。やばいよ。だから YouTube とかもそうなんだよ。日本人の YouTuber ってさ、テロップいっぱいつけるじゃん。いっぱいつけるけど、海外の YouTuber 皆さん一回見てください。全然テロップないから。ほとんどテロップついてない。私たちは昔は日本テレビ派の YouTuber だったけど、うん、あ、テロップつけてたもんね、昔は。もう今はテロップつけてないけど、手間がかかるよね、テロップつけるの。だから日本のテレビ番組は手間をかけて作ってるけど、ドイツは効率的にテロップつけずに流してるかもしれないね。だからまたそれに戻ったよ。そう、効率的効率性を重視してるドイツと、手間をかけてより丁寧に作り込む日本とっていう差があるかもしれない。はい、もう一個あるよ。何？あの、食前機。あー、キッチンのね。だからもう手間がかからないようにドイツの家のどこにでもあります。私は食前機が欲しいです。食洗機ね、食前機じゃなくて食洗機SSZ じゃなくて食前じゃなくて、食前機だとご飯食べる前の機械になっちゃうから食前機になっちゃうから食洗機、ご飯を洗う機械、食洗機疲れますよ、この男性と結婚したら。こういう風に毎日日本語の勉強を。わかりますか？
か皆さん、大変ですよ。この努力があってこそレナの日本語は急激にこう伸びるという。じゃあ話戻すけど、食洗機はい、便利です。ドイツに行った時だって食器洗った覚えないもんね、レナの家で。あの日本みたいな、何、めちゃくちゃない場合、スポンジ、スポンジでゴシゴシ洗うことはないからね。ない。で、どの家にも食洗機ついてるでしょ。しかもでっかいやつ、二段式の。そうそうそう。俺カナダに留学してた時も家にあったからね、カナダのお家に。基本的にどの家にも食洗機あった。そう。なんで日本は食洗機を使わないんだろう。食洗機を使った方が効率的だし、洗剤の量も少なく済みそうだし、水とかも、水の量も少ないよね。なんでだろう、文化的な背景があるのかな。そうだよ、食洗機を使わない。綺麗好きだから、自分で洗ってないなら綺麗になってないという、信用してないのかな、機械を。信用してないんじゃない。皆さんどう思いますか、日本で食洗機がこれだけ普及してない理由。ちなみに車関連でもいろいろ驚いた、うん、もちろんあのドイツにいる時にドイツ車がたくさんあります。で、日本に帰ってきたら何が多いかというと、軽自動車だね。軽自動車がまあ可愛くて四角くて、うん、まあ四角ね、コロコロした、カラフルだね。オレンジとかミントとか、うん、なんか変な色黄色とかもあるし、紫もあるし。なんかすごい不思議なのはさ、日本人ってさ、高級車、セダンとか、まあ、SUV の大きな高級車もそうだけど、高級車になればなるほど白黒しかない、グレーシルバーみたいな色なんだけど、軽自動車になると急にカラフルが増えるじゃんあれ何なんだろうね。なんで軽自動車になるとあれほどカラフルなんだろう。え、かわいいでしょ。かわいさを際立たせるためにカラフルにしてんのかな。あとドイツももっと軽自動車を導入すればいいよね。軽はドイツに乗れないは、うん、安全基準を満たしてないってこと。そうだよ。アウトバーンを200キロで走ってんのに横軽自動車走ってて万が一コツンって当てられてバーンってぶつかった時に即死しちゃうもんね、うん、そう。ドイツで軽自動車を買おうっていう人はいないかもね。買えない、アウトバーン走るから買えない。無理だもん、こううーってなっちゃう軽自動車って100キロ超えるとさ、もう130とかいかないぐらいでしょ全然スピード出ないからね。あんなんでアウトバーン走ったら超怖いから超迷惑だし。そう、迷惑だね。だちなみに高速道路の話で言うと、うん、ドイツは、まあ、高速道路は基本的に、なんていうんですかね、高速道路速い車が走る道路、基本的に知ってる知ってる、これね、みんな知ってる高速道路は速い車が走るこの何、普通の道路と同じで、うん、そんなにあの高い2階とか、ああ、2階建てと3階建ての高速道路ね。高さを上げて作ってる高速道路ほとんどでしょ。確かに名古屋見渡しても、あの上に上げて走らせてたり、もしくは地下に潜って走らせてたり、ね、で山とかの高速道路もそうだよね。地面走らせずに なぜかなんか上げてるよね、高さを、うん、そうでしょ。だから日本の高速道路走ってると、うん、周りの景色綺麗だよね。あのちょっと高いところでずっと走ってるから、ね、街が見渡せたりとか、あ、そうだ、ね、山がこう見渡せたりとか、うん、ああいうことがドイツだってないもんね。ない、ずっと地面と同じ高さをブワーッと走ってるから。で、街の中にはそもそも高速道路がない。ミュンヘンにはない、うん、街から出てから高速道路が始まる。で、その車の運転とかの話で言うと、最後飲酒運転できるかできないかここ全然違います、うん、私どうでもいいんですよ。あのドイツの動画を出してた時にコメントでもよく来てたんだよね。お父さんと一緒にこう酒屋さんに行ったりとか、どっか行った時、旅行行った時に普通に動画の中でビールみんな飲んでて、で帰りそれで運転して帰ってるから、おい飲酒運転じゃねえかみたいなコメントがよく来てました。全然飲酒運転ならないという。ドイツだと 500ml のビール、まあ、1本もしくは強い人だったら2本ぐらいって言ったよね、お父さん、うん、2本ぐらい飲んでも全然飲酒運転に引っかからないレベル。日本で言ったらもう1本とか2本ドイツのビール飲んだらみんなベロベロになっちゃうから、うん、絶対アウトだけど、飲んでいいよって言われたら運転する、うん、缶ビール1本ぐらいだったら大丈夫なんじゃない。仮にドイツに住んで飲んでいいよって言われたら、まあ1本だね、限界。2本以上飲んだ時は運転やめとこうってなる、たとえそれがドイツのルールで OK だとしてもね、っていう感覚、うん、でも俺は日本みたいにちょっとでも飲んだら乗っちゃダメって言った方が絶対いいと思うけどね。安全だもん、だってお酒入ると絶対判断力鈍るから。私はあの1杯しか飲みたくない、うん、あの基本的にどこかに行く時に1杯を飲んで終わり、うん、
でもその一杯を飲んで別に全く何も感じないのに、うん、運転しちゃダメなのかめっちゃ不便ですよ。だからレナはいいじゃん、一杯で終われる人だもん、うん、そうだ。俺一杯飲むんだったら5杯飲みたいもん。あ途中でやめたくなくなっちゃうからだったら0杯の方がまだいいってな感じで、ドイツは飲酒運転ちょっと OK、 日本は 100%NG みたいな、飲酒運転に関するルールの厳しさが全然違うっていう。だから本当にちょっとだけ日本から離れても帰ってきたらいろんな新しいこと、新しい発見ができるって感じだね。そう、日本を再確認できたよそう、楽しいよ。ドイツに数週間いたことによって自分の国をまた新たな視点で見れるっていう。そう、いろんなカルチャーショックと逆カルチャーショックと逆逆カルチャーショックともうどっか移動したたびにショック受けまくるっていうはい、ということで今回の動画では私たちは日本に帰ってきて驚いたことについて話しましたけど、皆さんはどうですか？海外旅行とかに行って驚いたこととかありましたら教えてください。ぜひコメント欄でシェアしてください。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。